皆さんこんにちは、いのりんです。今日はですね、久しぶりにスクイーズの DIY をしていこうと思います。ちょっと前にすごくリアルなキウイのスクイーズを見つけたので、今回はそのスクイーズを切ってリメイクしていきたいと思います。まあ、スクイーズの中身もちょっと気になるので、ちょっと楽しみです。それでは早速始めてみましょう。はい、こちらのキウイのスクイーズを以前買っていたので、こちらを今日使っていきたいと思います。はい、キウイのスクイーズこんな感じです。めっちゃね、リアル。色使いがすごいですよね。こうやって光が当たってるところは緑に見えるんですけど、こうやって向きを変えて近くで見ると茶色なんですよね。色が面白い。リアルですね。しかも超ふにふにしてるんです。ちょうどいい低反発具合。あー、いい。はい、では早速このスクイーズを切っていきたいと思います。中身どんな感じなんでしょうか。いいね。ぐーってして薄くしてから切った方が切りやすいのかな。なんか正しい切り方とかないと思いますが、ちょっとドキドキですが切っていきましょう。ちょうど半分ぐらいのところで切っていきます。いきます。うわー、お、ちょっと薄くして、おお、なんか本物のキウイみたいな色してますね。ありますよね、こういった色のキウイ。あ、なんかね、ペタペタしてる。あ、普通のやっぱスポンジとは全然違いますね。そしたらですね、こちら布絵の具と筆をまたいくつか購入してきたので、布絵の具を使ってここの断面にキウイの絵を描いていきたいと思います。そうすると2つのキウイみたいな感じになって可愛いかなと思うので、ちょうどこの色も黄色で使いやすいなと思いました。どうしようかな。このままこうやって重ねられるっていうのも可愛いんですけど、ちょっとガタガタしてるんですよね、線がね。これを綺麗にこうやって切っちゃうか、このまま重ねられるようにするかをちょっと、どうしようかな。こうやってね、このまま重ねられる方が可愛いと思うので、ちょっと表面とかがね、横がガタガタなんですけども、このまま行きたいかなと思います。さてと、では全体的に緑色をつけていきたいと思います。まずは全体的にこの黄緑色を全体的に色を塗せていきます。あ、ちょうどいい感じの黄緑色ですね。真ん中だけちょっと薄い色を使っていきます。ポンポンってつけていきます。完璧な丸じゃないので、こんな感じかな。で、周りは緑色にしていきます。はい、全体的に塗れました。そしたらね、周りの方をちょこっと暗い緑にしていきたいので、こちらを混ぜていきます。ほんのちょっとで十分だと思うんですよね。どうだろう、もうちょっと混ぜていいね。これをちょんちょん、あ、いい感じ。グラデーションができるように塗っていきます。うんうん、いい感じのグラデーションになってきました。次は一番細い筆を使って白い線を描いていきます。真ん中から、結構いっぱい線あるんですよね。まあ、綺麗な線じゃなくてもいいと思うので、指怪我してると持ちづらい。はい、線が描けました。そしたらちょっと濃いね、緑を使ってこの中を塗っていきます。ちょっと茶色足そうかな。ちょっと茶色足して色を濁したいです。ほんのちょっと茶色入れて色を濁した方が、あら、まあ、リアルになるんじゃないかなと思います。あ、うんうん、いい感じ。リアルっぽくなってきました。ではまたね、この濁した色を周りにつけてってグラデにしていきます。お好みかなと思いますが、こっちの方が熟した感が出ると思います。
美味しそう。この色もちょっとこうポンポンってしてってあげます。そして一番最後に黒と茶色を使って種を描いていきましょう。この色でどうかな。いい感じ、いい感じ、いい感じ。あとはもうこれを使ってちょんちょって描いていきましょう。結構種あるイメージです。種はもっと小さく描いてもいいと思います。これぐらい小さくてね、いいと思います。ちょっと最初大きく描きすぎた。あとは色がボケていればボケているほど実の中に入っている感じになるので、色も濃い色の種と薄い色の種を作ってもいいと思います。ここのね、種がちょっとね、上からちょっと調節できるかな。ここら辺の種がちょっと大きく描きすぎちゃったので、はい、キウイの出来上がりです。はい、こんな感じでできました。ここがね、皮がついてる予感がよりリアルじゃないでしょうか。最初はこんな感じだったんですけど、色を塗って半分切ったキウイみたいにしてみました。はい、できました。いきますよ。あー、いきますよ。いい、低反発具合も全く変わってないんで、クオリティが高い低反発のまま自分オリジナルものができちゃうので、皆さんもぜひぜひやってみてください。でこうやって重ねると、まあ、一つのスクイーズになったりするんで、お友達と一緒にね、片方ずつ作っても面白いかもしれないです。それでは本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。